さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのは、今回またクレジットカードなんですけども、じゃこちら SA アメリカンエクスプレスクレジットカード、こちらゴールドカードの紹介をしたいと思います。でこちらのアメックスゴールドなんですけども、まずゴールドカードということで年会費が29,000円プラス税という形になります。まあ、ゴールドカードですからね、まあ、年会費がかかって当然なんですけども、私がなぜこのクレジットカードをおすすめするかというと、こちら初年度から29,000円の年会費がかかると言ったんですけども、まあ、実はっていうわけじゃないんですけども、まあ、私が入会した時もそうなんですけども、初年度のね年会費無料キャンペーンがやってるんですね。そして今もやっております。で、初年度入会、初年度の、年会費無料キャンペーンは、ちょっとインターネットで探していただければすぐ出てきますので、まあ、そちらで申し込んでもいいですし、その他はですね、既存の、アメックスゴールドを持っている方から、紹介で入会すると、それも、初年度ね年会費無料で維持することができます。でこのクレジットカードですね、アメックスゴールドですね、これじゃあ何がいいかっていうと、何がいいかっていうか、私がなぜ発行したかというと、こちら100円で1マイルの計算で ANA マイル貯めることができるんですけども、 ANA マイルに移行する場合、こちらのポイントを ANA マイルに移行する場合、年間で5,000円の手数料ですね、移行手数料がかかってしまうんですね。ですのでこちらの、アメックスゴールド自体は ANA マイルを貯めるという観点からはちょっと、還元率は良くないというクレジットカードなんですね。そんなクレジットカードを私がなぜ発行したかというと、こちらです、プライオリティパスですね。このクレジットカードを持って発行するとですね、無料でこのプライオリティパスという、こちらラウンジカードなんですけども、が発行することができます。しかも、こちら残念ながら制限があって、年に2回までこのプライオリティパスで入れるラウンジを利用できるというものなんですね。まあ、私がこのクレジットカードを発行したのは、ただ単にこのプライオリティパスが欲しいがために発行したんですね。まあ、それはなぜかというと、こちら私もキャンペーンに乗って初年度年会費無料で今維持しています。で今年の7月か6月ぐらいに年会費発生するので、それに合わせて解約する予定なんですけども、こちら年会費無料ですよね、初年度っていうことなんで、こちらも年会費無料のクレジットカードを作って、こちらもプライオリティパス、本来こちら普通に入会すると結構するんですよ、高いんですね。ですがこちらのアメックスゴールドを発行したことによって、年2回2回の制限はありますけども、プライオリティパスがもらえる、まあ、要は両方とも初年度無料で発行してますので、まあ、無料でプライオリティパスがゲットできるクレジットカードとなっているわけですね、まあ、簡単に言うと。でこのプライオリティパス自体はですね、じゃあ他にプライオリティパスを発行できるクレジットカードはないのかっていうと、まあ、たくさんあるんですね。しかし、一番有名なのは楽天プレミアムカードなんですね。楽天プレミアムカードは、こちらアメックスゴールドとは違って、何回でも回数無制限で利用することができます。
すごいですよね。何回でもこのプライオリティパスが入れるラウンジ、空港にあるラウンジですね、何回でも利用できるんですね。しかし楽天プレミアムカードは1万円の年会費がかかります、初年度から。ですので、私は、このプライオリティパスが欲しいということで、このアメックスゴールドを、入会して初年度無料で維持した上にこのプライオリティパスを無料でゲットしたという流れになるんですね。でちょっと紹介遅れましたけども、このプライオリティパスで一体どういうラウンジが入れるかっていうと、残念ながら日本の国内はですね、成田空港、関東圏など成田空港、羽田空港で使えるラウンジってプライオリティパスないんですね。ですので、まあ、ちょっと使い勝手は良くないんですけども、まあ、おすすめしたいのは、CFC 修行される方で、海外を、検討されている方、まあ、私が以前紹介した、2回で簡単 CFC 修行ルートっていう、クアラルンプールから東京失礼しました、クアラルンプールから東京乗り継いでニューヨーク、ニューヨークから東京乗り継いでクアラルンプールっていうルートがありますよね。そのルートだとクアラルンプールの国際空港で、私の FCFC 修行の、2番目だったかな、の動画で紹介していますけども、クアラルンプールのプラザプレミアムラウンジっていう国際線のこのプライオリティパスで入れるラウンジがあるんですね。そこは、とてもいいです。まあとてもいいですって言ってもわかんないですね。まず食事が、いつでも食べれる、もちろん食べ放題ですよね。でソフトドリンクでシャワーで、アルコールはですね、残念ながらビールだけ、生ビールだけ飲み放題です。それ以外のアルコール類は残念ながら有料になるんですけども、ビールだけは常に24時間で生ビールを入れていただきます。缶ビールではなく生ビールを常に店員さんが入れていただきます。これスーパーで贅沢ですよね。で1回、基本的にはプライオリティパスで入れるラウンジって時間制限があるんですね。まあ3時間6時間ってあるんですけども、このクアラルンプールの国際空港の、プラザプレミアムラウンジは、こちらは ANA などが、就航しているキリアの方ですね。では、こちら1回で6時間利用できます。まあ、こちら受付の方に私聞きましたので、6時間これで利用することができます。まあ、実際には時間計ってないと思うんですけども、一応ですねこれを1回通すだけで6時間ラウンジに滞在できるということなんで、まあ6時間あればまあ大体その時の、空港の滞在時間は賄えるんではないでしょうかっていう感じですね。私は6時間マックスこれでプラザプレミアムラウンジを利用して、その後、ANA のプレミアムエコノミークラスだったので、指定ラウンジですね、ゴールデンラウンジでさらに3時間過ごして SFC 修行を利用したって感じなんですけども、まあプライオリティパスのおすすめしたいところはまさにこれですよね。海外のプライオリティパスで入れるラウンジに、入るためこのプライオリティパスぜひおすすめです。でそれがもらえるクレジットカードとしてこのアメックスゴールドですね、私は発行いたしました。でですね、このアメックスゴールドなんですけども、じゃあもしこれを利用する場合、ANA マイルに移行するのは先ほど、あんまり良くないって言いましたよね。じゃあ何にするのが、たまったポイントは何にするのが一番いいのかっていうと、年間3000円のリワードプラスっていうのに加入しなきゃいけないんですけども、1250リワードポイントで1000マイルにブリティッシュエアウェイズの、マイルに交換することができます。まあ SPG アメックスの、動画でも結構お話しさせていただいたんですけども、
ブリティッシュエアウェイズは4500マイルから、国内の特典航空券を取ることができます。ブリティッシュエアウェイズのマイルを使って JAL の特典航空券が、発行することができます。だいたい日本から北海、東京から北海道、東京から九州のエリアは、基本的に4500マイルで利用することができます。ANA だとちなみに片道9000マイルです。ですので結構差が開きますよね。ということでしたので、ブリティッシュエアウェイズのマイル、まあ、とても、少ないマイルで利用することができます。で、あとこのアメックスゴールド、まあ、初年度年会費無料って言いましたね。っていうことは1年間は、無料で維持することができるんですね。で、その中でもすごい、いい特典だなと思うのは、まず、海外旅行に行く場合に、空港までの、手荷物ですねを往復無料で送ることができます。これすごいですよね。あの SPG アメックスの場合は帰国の際だけで、しかも、成田空港だけとか制限があるんですけども、こちらの場合は羽田空港も利用できますし、行きも帰りも利用できますので、すごいいいですよね。そういう意味でとてもおすすめになっております。では次に、皆さん招待日和ってご存知ですかね。こちらのアメックスゴールドを保有しているとですね、招待日和というサービスが利用できます。まあ、これ何かというと、2名分のレストランを、予約した場合、1名分無料になるというサービスなんですね。それがこのアメックスゴールドを、持っていると利用できるということになります。まあ、こちらの特典は、もう1個上のプラチナカードの、部類の、クレジットカード、アメックスじゃないクレジットカードでも、結構ありますよね。まあ、それがゴールドカードのこのアメックスゴールドにも付帯しているという感じになります。まあ、こちらもまあ2名分利用すればね、1名分無料ということですので、まあ記念日とかね、そういうのに利用してみるのもいいと思います。まあ、今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。